友人に養子家柄学歴性格が良くボランティアにも精力的高収入でお子さんは優秀でご主人は愛妻か完璧と言われている彼女に憧れいろいろ真似していましたが疲れましたやはり家柄と養子の良い人には勝てないでしょうかはい加瀬まぜんあの真似するだけでその人になれるわけないよねって多分アイドルに憧れてた中学生ぐらいでも気づくと思うんですよね。そそののの家柄、学歴、性格ががいい人人を真似したたらなぜその人になぜにれると思ったのかっかていう方が僕 なんですよ、ね、例えばその歌のうまいアイドルになりたいですっていくら真似してもなれるわけないじゃないですかだからそのなんか近所に住んでてなんかママ友だかなんだか友達だからなれるというふうに誤解したのかもしれないですけどああののの能力ははに人人それぞれれれぞ違うのでなない人には慣れません例えばじゃあ僕が本田圭佑さんと仲がいいから本田圭佑になれるかって言うとなれるわけないじゃないですか。 だからなんか、有神だとなれると思える、思えるその根拠が僕は不思議です。えー